墨の ST ナイターの2019ラピートカップは令和最初のオール大阪5日目、これより注目の優出争いでまずは準優勝戦第1弾で第9レースを迎えています。さあ風はなく穏やかな競争水面上で並びが1、2、3、4、5、6、どうやら枠なり。まず1号艇の木下翔太、正月に続いてオール大阪連続優出なるか、第9レースの人気の中心。2号艇畑英吾、今年好調の6場所連続優出なるかです。そして3号艇で浜本雄一、ラピートカップ初優出なるか。4号艇で湯川浩司、2年連続そして地元4連続優出なるかとなっています。あとは5号艇で野添貴博、オール大阪10回目の優出なるか。6号艇の北村誠司はオール大阪9回目の優出なるかです。さあ4号艇の湯川から引っ張って1、2、3で4、5、6、まずは枠なり3対3でスタート展示通りで進入体系固まってまいりました。さあ人気サイドか波乱が起こるのか、オール大阪注目のこれより準優勝戦でまずは第1弾で第9レース12秒進が回っています。ダッシュの3艇から後席上がってまいりまして残り10秒切っています。1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり、間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースから1号艇、そしてその横の2号艇、3号艇、4号艇、揃ったスタート。まずは逃げる1号艇の木下を握っていった3号艇で、刺して2号艇の畑で、あとは4番、5番、6番と回って、バックスレッチャー、まずは陰線から踏ん張った、人気の中心で1号艇の木下翔太、そして2番テラスには3号艇が上がってきて、浜本、わずかに4号艇の湯川で、後ろ2号艇、6号艇、5号艇固まっています。なお、スタートは正常でした。ラインタンマーク、トップで回って1号艇の木下翔太、そして2番テラスには4号艇の湯川が行った、その懐をさあ、仕返してくる3号艇ですが、さあ、2番テラスはわずかにさばいて3号艇が上がってきて、3番手に4号艇で現在上位が1、3、4でレースは2周目とあります。先頭は抜け出した1号艇で人気の木下翔太、現在2番手の水は3号艇の浜本雄一が競り勝っていまして、3番手が4号艇の湯川浩司、2周目の出したマークは先頭1号艇、2番手3号艇回ってさあ仕返してくる4号艇の湯川ですが、ここも2番手は3号艇がキープして、3番手4号艇と上位変わらず1、3、4となっています。先頭と2番手は20m から30m、その後ろ2艇身から3艇身で4号艇の湯川が3番手、あとは水が空きました。5号艇6号艇が並んで最後方に2号艇の畑英吾です。ラインタンマークは先頭が1号艇の木下翔太は人気の中心で、2番手には3号艇の浜本雄一、その懐からちらっと4号艇の湯川ですが、ここも上位は変わらずの1号艇、3号艇、4号艇最終周回へと入ります。残り600を切っていまして、先頭が1号艇の木下翔太がここはしっかりとインニエ成功、現在2番手は踏ん張って3号艇の浜本、3番手から攻めてくる4号艇の湯川浩司ですが、最後のバックスレッチャーで入って、さあ3号艇が膨らんで内から4号艇の湯川が差を詰めてまいりまして、3号艇と4号艇の差一定身となってまいりました。3号艇の浜本が踏ん張るか、さあ今度は4号艇の湯川の逆転があるのか。1号艇の木下翔太は人気の中心が、まずはオール大阪連続優出、そして2番手の3号艇の浜本が回って、懐をまた4号艇が攻めてきますが、ゴール前なんと3号艇の浜本が踏ん張ってオール大阪3度目の優出で1、3、4で間もなくゴール。先頭1番ゴールイン、3番4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、2番がゴールイン。第9レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番以上でございました。